さあ、ここからちょっと下っちゃいます。グランダ陽明、ああいや、介護付き有料老人ホームでした。まあ最後は自分家で死にたいね。さあ、田辺通り3丁目でございます。なんとなくだけど昭和の感じしないね。え、あの配管の多さとか、その横のちょっと塗装の剥げたトタンとかね、いいね。パディントンベーカリー中京飯店、花キューピット花屋さん、まあここもなんか昭和地区だな。いいなこれ、なんとなく。ノーブルコーヒー、本日都合でお休みします。あとカラオケスタジオデュエット2階、麻雀下山クラブということで、名古屋市立大学田辺通りキャンパス前です。で、噂の山代、あそこなんとなくレトロだけど意外とそうでもなかったね。なんとなくレトロかなと思ったけどそうでもなかったんで、こっちから行きます。市大薬学部前のバス停を通過。まあバスの運行コストが本当に落ちるといいですよね。でもあの名古屋市のバス乗り放題、あの持参人だったら誰でも乗り放題になるっていう仕組みを作ったのはいいと思いますね。やはりバス乗る癖つけさせないとの余計乗らなくなりますからね。はい、またインプラント名古屋市か。平成令和名物大殿町4丁目で、この先にレトロあります。右手もレトロ、ここもレトロだけどね、ここもレトロだけど、ここもね、左側あるよ、まだ残っとる。散々すみません、ここも実は取材をしてるんですが全く動画にしてないな。もう1年半ぐらい前からも取材してますけど、すみません、全く動画ができてなくて。はい、アベニールの草広、もアベニールも2代目のやつだね、初代ではない。こっからまた上りになるもんでね、まあこの山崎は今渡ってますけど、山崎側が一番低いところで、こっからまた上りになるもんでちょっと嫌だなと思いながら走っております。まあこの辺は住宅地としては本当良好なところですよね。ただ私個人的にはやっぱりね、山が欲しいんだよね、近くに。個人的にはね、緑と山が欲しい。おとど町だった、大殿町じゃなかった、おとど町、歌えるサボの前を通過。個人的にはね、そう、やっぱあの遠くが見渡せる緑があって山があってっていうところが好きですね。まあこれ木切られとるな。お、プレハブの声がある、珍しいな。あのミングだったね、本当に。半場と称してね、昔いっぱいありましたけど。塩地町、どうしよう、当たっとくか、そこ斜め行くか。最近まっすぐずっと行ってるで。名古屋市かインプラント、この近所だったよね、確かすぐそこだったっけ。旗添えやっとるかな、ちょっと前通っていくか。やっとるかどうかわからんけど、旗添え最近行っとらんねえからな、本当に全然行っとらん。たまに行かなあかんねん。前で塩地町2丁目、この前散々これの動画をお送りしたよね。でここ最近の傾向性、皆さんもうお気づきだと思いますけど、一回取材に出た時のやつを、その時のやつを全部お届けするって。一度ね、取材に出て、でその時に何本か分の動画を撮りますんで、それを全部お届けするってパターンが多いよね、最近我ながら見てて。だからなんか場所が似通ってきちゃってるのちょっとあるけどね。さあ、旗添えどうなってる、どうなってる、準備中、やっとんだろうな、準備中でいいけど、やめとるってことないだろうね。あ、多分やっとるな、うん、なんとなく推測。弟町のバス停前、なんかそこアラパパ洋菓子ケーキ、なんかね一見新しそうだけど、あれ実は結構古いね、建屋。まあ、レトロな建屋を改装してますね。さあ、あまり通らない道を通っております。この道は全然通ったことないな。でもね、こうゆったりね、まあ、自転車業界用語のポタリングね、こうのんびり自転車で散歩するっていうのはね、いいですよ。特にこの辺りもね、まあ、そんな坂道ないんで、で可能であればちょっと、重めのギアね、高めのギアでゆっくり漕ぎながら、まあまあスピードを、ね、スーッと流れるように走っていく。コーポ緑、いいね。コーポ緑を発見したのでちょっと立ち寄りましたが、
目の前には名古屋市大病院が見えてます。神社あるね、ここに。知らんかった。左手見えも出てるかな。黒壁がいいね。神社仏閣のところ大体建屋結構古いよね。ここも社務所が結構古い。あ、その奥もレトロあるわ。ちょっと古い建屋ある。そこに結構古い建屋あるな。もっとすごいなった。いいの見つけた。ちょっと興奮が抑えられん。エレベーターで見つけた。すごいの。今日の一押し建物、コーヒーとパーマ、パーマスター美容院。すごいな。こっちの建屋もなかなかすごいけど、やっぱりここ、これさもね、ワカ、コーヒーとパン、パーマ、めっちゃレトロやん。いやここ知らんかったな。全然ノーマーク。このワカ駐車場、いや超ノーマークだった。やばい、全然気づかなかった。あー、やぶくなくなるとこだったね。どう見ても疲れとらんで、時間の問題物件だね、いわゆる。でここの建屋も結構古いね。これ昭和どう、やっぱ戦後すぐぐらい。若いいね。若殿みたいな感じだね。そういう話じゃねえか。気持ち別の角度からも撮影。めっちゃ昭和じゃんこれ。どえらいじゃん。今日の一番の掘り出し物。いやこういうの見つけるとね、今日も来た甲斐があったってやつですよ。うん、毎回あるんだよ。大体1回はね、1箇所はね、こういう掘り出し物が。もうそれが楽しくてやめられん、このポタリングが。ここは何、お寺かな。お寺かにしても結構レトロ物件、なかなかですよ。あー、いや、ノーマークだったな、これ。もう全くノーマークだった。いやー、我ながらね、まだまだね、通ってないとこがありありだよね、本当に。どこへ出たこれ。あー、表通り出たか。全くノーマークだった。いや今日も来てよかったわ。でこの目ね、ちょっと細い路地裏入ります。あったか、いいねこの雰囲気。また小学二度北に回るよ、こんな路地が。こんな都会の中ですけどね、もうなんとなく古めかしい、いい物件があり、感じだ。ちょうどこれがね、参道みたいな感じで、そこのね、神社にちょうどつながっとる。神社のね、鳥居の真ん前に出るこの道は、これいい感じでしょう。この黒壁もまたいいしね。最近乗っとるな、これ黒壁。めっちゃ黒いじゃん。なんでこの神社に出るっちゃね。こんな感じ。こっちは観音様が遠江観音って書いてあるわ。散歩だとね、散歩だと飽きが来ると思う。なぜかといったら、そんなたくさんいろいろあるわけじゃないから。この自転車ポタリングはね、持ってこいですね、本当。もっと皆さんがあれですね、別にクロスバイクでいいから、こう軽快な自転車ね、の楽しさに気づかれると、すごく世界が変わると思いますね。別にあのドロップハンドルね、みたいにこうやっぱり敷居の高い乗り物じゃなくていいから、普通のフラットバーでいいので、そういう自転車に乗る楽しさ、この軽快さ、これに気づかれるとすごく人生が変わるような気がしますね。まあ私は変わってますね、実際に。まあ昔は自転車は本当ね、高校時代から中学高校か小学校か、まあ自転車大好きで、もうオートバイ乗れんかったからね、余計あの三内運動で、かつては免許を取らない、取らせない、乗らせない、乗らない、何だったっけ、三内運動がすごかった時代だもん。なので、まあ、だから全然オートバイは乗りたくても乗れなかった。だから仕方なしにオートバイのジャンパーだけ着て、乗ってるふりして乗った気になって、オートバイ買った気分、乗った気分になって自転車乗ってましたね。口でブンブーンってボーンとか言ってね、音だけ真似して